どうも、マグニでーす。はい、皆様、どうもお元気でいらっしゃいますでしょうか。経験値を貯めようということでね、こちら、毒蜘蛛ちゃん、ストラップで、お、まだまだどんどん来ておりますね。どんどんいらっしゃっております。はい、今のところ35分ぐらいかな。それではですね、やっていきたいと思います。ここをね、閉じることによって新たな毒蜘蛛が来なくなるので、はい。この状態でこちらですね。いきます。よいしょ。はい、これでね、もう中止状態になってますから、はい、このスプラッシュポーションでね、いきますよ。いった、重たい。しばらくお待ちください。来てるよっしゃー。はい、ご覧ください。37まで溜まりましたね。このね、トラップの注意点はですね、湧き続けるからですね、本当は中にね、電気明るくすればね、いいんですけど、そういう設備も作ってないんで、ここは危ないですよ。やられるから危ない。はい、それではね、これからちょっとエンチャントしようと思ったんですけども、やっぱりね、ダイヤの剣にどうしてもドロップ増加、ドロップ増加3、3っていうのがあるそうなんで、そこまでちょっとつけたいから、ちょっと頑張りたいと思います。その方法とはですね、やはりね、交易です。いきますよ。はい、帰ってまいりました。っていうかね、僕の村、重い、最近ガクガク。しょうがないね。ちょっと整理していきましょう。よし。はい、準備完了。こんな感じ。いきますよ。久々に村人と交易してまいります。はい、それではね、画像紹介に参りたいと思います。いつものように、ペケペンさんがまたすごいスキンを作ってくださいました。こちら!すごいっすね。マグアシュラですって。ちゃんと T シャツ、これカメリオの T シャツなんです。私がメインチャンネルで結構いろんな T シャツ着てるんですけども、その中でも結構登場頻度の高いこのカメリオ T シャツをこう着させていただいております。ちゃんと iPhone も持ってますし。これ左右に顔あんのかな?アシュラってことはそうですよね。左右に顔があるってことですよね。はい。ありがとうございます。もうすぐ完成ってことでね、楽しみにしております。ありがとうございます。はい。もう一つあります。こちら。マグニークラフトと書いてくださったものですね。すげえな。いい感じっすね。これオープニングとかで使えますよね。ありがとうございます。ガガガッとコメント紹介の方へ参りましょう。一つ目。マグマニー。マグニー。マグニー。いや、マグロのお兄さんです。続きまして、テクスチャー普通のに戻してください。あと iPhone 像のとこからモブが湧いて襲撃イベントとかあるんじゃないでしょうか。あ、そうか。湧き潰ししてなかったかな。ありがとうございます。続きまして、雲がスポーンしないようにするには、3×3 の平面がなければ湧かなくなります。2マス間隔でハーフブロックを湧きそうに置くだけで、雲のスポーンを防ぐことができます。マグニさんには毒蜘蛛トラップがありますから、TT で、雲が湧かない分カバーできると思います。その通りですよね。ちょっとこちらの案。頂戴したいと思います。ありがとうございます。続きまして、ゴーレムトラップに次いで完成した TT も無機質な感じがして、施設感が出ていていいですね。本当に僕もそう思っています。資材に余裕があれば、壁面に、羊毛などでモンスターの顔とか装飾すると可愛いかも。あ、なるほどね。あれ、アイアンゴーレムのところはアイアンゴーレムの顔つけて、あそこはですね、そういえば、クリーパーの顔つけるとかですね。あ、面白いかもしれないですね。採用させてください。ありがとうございます。続きまして、マグニーさん、ウィザーを舐めてた痛みでありますよ。絶対エンドロとは比べ物にならないですから。マジっすか?一応アドバイスですが、簡単に倒したいのならば、地下深くでやるといいです。これだけ伝えます。あとは頑張ってください。了解です。続きまして、マグロ料理で一番好きなのは何ですか?お刺身。はい、続きまして、ウィザーはぜひ、マグタウンで召喚してください。期待してます。バチマグロ。バチマグロってすごいですね。魚の魚種までを、指定してくださったんですね。このままだとマグタウンがね、燃えてなくなってしまいますね。それでは、戻りましょう。というわけで、ちょっと攻撃がうまくいかないということが分かりましたんでね、持って、ダブルクリック。よっしゃー、いいね。まあ一応エメラルドが8個だけゲットできましたけどね、これじゃ心細いということで、今回しょうがないです。もうしょうがないです。鉄拳を4つ、まあ5つにしようか。5つ作っときます。こいつらにエンチャントして、作っていこうかと思います。よいしょ!しゃー!今日のエンチャントのコーナーでティリティ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 リリリドン。いきますよ。ダン。耐久力。耐久力。耐久力。本から行く。
火炎耐性ダメージ増加、うードロップ増加じゃねえのか。そんなに回数限られてるよ。いくよ、アンデッドトッポ、ロックバック、アンデッドトッポ。じゃあ一旦外します。ここで鉄拳ももう一度、うーん、ノックバックか。うわー、必要で超無駄にしちゃった感じがあるけど、これで、おー、来た来たー、ドーン、ありがとうございます。神様、やっぱりレベル3じゃないとダメなんだね。そして、こっち、かなどこのコーナー、いやー、ドロップ増加だね。おー、素晴らしい、いただきます。あー、よかった、来ました。ほら、これドロップ増加、これほら、おい、これこれ、おいおい、これドロップ増加よ、これ、これね、皆さん準備万端ですよ。これからですね、ネザーの方に行きまして、ウィザースケの頭3つ取ってやりたいと思います。1回行くごとに10匹倒せれば上々、まあそっからですね、2個取れれば幸運というふうに聞いておりますから、まあ頑張りましょう。最低でもね、1つは今日取りたいと思ってます。いいね、ドロップ増加これ、おいおい、ドロップ増えるぞこれ。それではね、ネザーの方に行く前にあちらですね、ちょっとチェック行きましょう。トラップタワーね。もうアイアンゴーレムトラップよりやっぱりちょっと細かくチェックしたくなるんですよ、ここは。増えてんのか増えてないのか全然わかんない。あ、やられてんね。あー、増えてんじゃない、結構やられてるよ、いろんなやつ。来てるね。トラップタワーはね、問題なく動いてたようなので、早速、行きましょうか。はい、それではね、ネザーへ行ってきまーす。あ、違う、いや、ネザー要塞行ってきまーす。ほぉ、でっけーな、あいつ。2匹もいるよ。これジャンプしながら、ダッシュしながら、ジャンプしながら移動ね。これめちゃくちゃ速いんですけどね。体力の減り方ご覧ください。半端じゃない速度。もう2つなくなった。あいえ。ステーキパワー。また私要塞に突撃したいと思います。ドン。よーし、来たよ。あいつらがよく湧いてそうなところを広げていきましょう。ね。もうここを攻略する必要ないんだから、こういうの必要ないんですよ、こういうの。まあでも帰り迷っちゃうか。あーダメだ、ツバ行った飛んで、ツバ行った飛んで、おー、いた、いた、いた、おい、見つけたぞこの野郎。お、こっちにいた。おいおい、やろうぜ、ドロップどうか。あれ、今のうちに見えてるうちにやっとこう。うわ、やべやべ、うわ、やべ、相当うざいね、お前。やばくない、やばくない、ほら、やべやべ、やばいっす、やばいっす、やられかけたー、危ねえ危ねえ、湧いてない、いたー、お前を待ってたんだよ、伊田助さんよ。来た来た来た、おすごい、ノックバック、ダメだ、骨がいっぱい、ダメだな、全然ダメっすね。ちょっと外出てきましたけど、もう一個要塞探す。そういえばね、僕ね、昔違う要塞に行ったことあるんで。3、4、5、6、7、7体、うわ、あっちにタコミもおる、怖いっていうかね、この辺を整地して、これじゃないな、ネザーリベンジか。わからんなぁ。でも今から一から探すのはちょっと骨が折れるぞ。あ、あ、あ、来い、来い。あー、ダメか。あ、いた、いた。いた、いた。お前のことを恋しかったんだ。来い。うわあ、いた、いた、いた、よーし、戦おう。よし、うわあ、ダメか、いた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 よ。おーし、来い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 、2体いるだろ。うわ、いっぱいいる。おっしゃー、来いやー、せーの、うわ
お、いた。取れた？くそー、マジでドロップしないな。お、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 いっぱいいる。あぶねえ、やられたかと思った。でもドロップしてない。君が会いたかったんだよ。よし、来い。何もドロップしないってどういうことよ。はい、わかりました。ちょっと素直に諦めます。最後にね、まだ行く機会ありやて。最後にちょっとこっちだけ巡回させてください。明るいところにはいねえんだな。骨の音がしてる。あ、いた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 。倒さずには折れない。よっしゃ。つーダメか。諦めませんよ。必ず私はビーコンを作ってみせます。ビーコンを作るためにやってるわけですから、今回も。ということで一旦、拠点の方へ退散しましょう。よーっこいしょ。ああ、疲れた。一旦帰ってまいりました。はい。今回の戦果はこんなもんかな。謎のクリームが6つ。ブレイズロット相当溜まりましたね。なんかに使えるのかな、これ。全然ドロップしません、あの野郎。ドロップ増加つけたのに。あまりね、ずっとこんなことやってると皆さんにね、ちょっと飽きられてしまうので、次はね、違うことちゃんとやりますんで、皆さんね、飽きずに、マグクラの方をどうぞよろしく。お願いいたします。ちょっと羊毛でも借りつつ終わりますか。この早送りの音声で皆様お別れの挨拶をしようと思いますよ。これは早送りで再生するから普通の声に聞こえているけど実際のところがこんな感じで喋っています。はい、こんだけ枯れました。すごいね、黒の数がやっぱ圧倒的に多いわ。ではこれにてこの後リソパ紹介なり。今日のねリソースパック紹介参りたいと思います。クリエイティブでね、ご紹介していこうと思って、新しくワールドを生成したんですけれどもね、なんか砂漠のとこ来てしまいましたけれども、私の先生がですね、僕のためにということで、作ってくださったリソースパックだそうなんですよ。ちょっとじゃあ、早速やってみましょう。リソースパック。ほら、来た、ほら。来た。見て。マグロ、いや、あの、兄さんのためにって。すげえ。行くよ。どうなってんだろう。ちょっともうすでに変わってるよね。フォント自体がもうちょっと変わっちゃってんのかな。はい、戻りました。どう違うんだろうね。あれ？どうなってんだろう。特に見た目何も変わってないんだけどね。もしかしたら、なんか、字とかが見やすくしてくれてるのかもしれないですけれども、ちょっとしたズレとかがあるな。僕のワールドでやったものもしかしたらいいのかもしれないね。ちょっと変えようか。あら？あら？見て？お？あら？かわいい？あ、ほなってなってる。あー！そういうことか。いやー先生、そういうことだったの。他なんかあるかな。これほな終わっちゃった。